では今日は、ベラトールとスーパーライジンの予想をしていきたいと思います。今日ね、原口お兄ちゃんとクーヤと、あとじゃあ自己紹介自分でセルフ、はい、あ、じゃあ、新弟子の熊崎夏樹って言います。サンボと柔道バックボーン持って、はい、でサンボはチャンピオンね、はい、サンボはあのコキタさんからの紹介でうちに入って、今うち弟子でね、やってます。近々デビューするんで、いつだっけ、8月6日です。もう発表されてる、はい、あ、グラチャンでデビューしますんでよろしくお願いします。じゃあやっていきますか。最初のね、ベラトール最初の2試合は、まあ、外国人同士なんで、まあでもすごいレベル高いね。ラーキンとか相当強いね。で、じゃあ3試合目の渡辺香菜選手対、アルテイガ選手と、まあ、相手選手ね、ごめんなさい、僕あんま分かんないんだけど、渡辺香菜選手は相当強いでしょ、ね、みんなが、ね、知ってる柔道もトップ選手で、まあ、打撃はそんなに得意じゃなさそうだけど、まあ、圧倒的な組力で、なんかみんな男子より強いとかって言ってない？なんか踏みは強い踏みはなんか男性もやられるとか言ってたから、まあ、この辺はやっぱり勝っていかないと。年齢もねそんなに若くない。30ね、原口より全然上でしょ。そうですね、多分オリンピック狙ってた人だから遅いんだろう ね、天候が遅いじゃん。オリンピックとか狙っていくと大体、ね、4年ごとにこうどんどん年取ってきちゃうから、まあ、ここはちょっと相手分かんないんで予想っていうのは分かってもらいたい。そんな感じで、じゃあ次は、まあ、もうメインイベントみたいなもんだけど、堀口選手対新龍選手、やったことあるでしょ。あ、新龍選手は、ね、はい、悔やない、僕ないです。じゃあズバリ俺はね、俺はあの堀口選手勝つと思う。僕もちょっとなんかレベルが違うよ、ね。もそうです。まあやっぱり普段からよく、うん、まあなんか、ね、会場とかでも会って話すんで、新龍選手希望ですけど、うん、ちょっと勝敗予想となると堀口選手かなっていうのは。だって、うん、もう一発当てないと勝てないでしょ。一本とか取れる感じでもないと思うし、ただ強いよね。あの、新龍選手もね。フライ級のパワーじゃなかったですよ、やっぱり。あ、そう。はい。ギワも今。あ、っていうかもう、俺もね、風呂で会ったことあるんだよね。いたよね。いました。全然風呂で、まあ、格闘家が多い俺らさんなんだけど、そこで、なんかもうフライ級じゃないね、体つきが大きい、ね、何キロあるのって言ったら68ぐらいありますとかですから、だからもう下手したらフェザー級ぐらいのあれでしょ。フェザーでも減量しないといけないじゃん。俺もそんなにまあ減量あれだけど70キロ近くあるからね。だからまあでもこれはさすがにこう予想だと堀口選手だし、でも判定まで行くんじゃないかなって。あ、そう、あります。堀口選手の判定って少なくない？判定ある？大体決めりゃいけない。判定まで行ったらすごいと思う。行きそうな気はします。クリアは2か3で、まあ、堀口選手は仕留めんじゃないかな。うん、打撃、もちろん打撃だよ。でも寝技もすごいからな。寝技強いよね。強いです。寝技で見てもレスリングで見てもやっぱりそこ簡単に倒れないし、何、あのジムでね全部教わってる感じがすごいするよね。なんか肩固めって大体すごい難しい決め技だしさ、レスリングから見ても手札もすごい上手いし、うん、まあここねなかなか厳しいと思うな。ただやっぱり強さはね俺落ちてると思うんだよね。ああいうさ、こう速い動きするんじゃない、瞬発的な動きっていうのはやっぱり年齢とともに落ちるのと、あと靭帯切ってでしょ。俺も前十字切ってやっぱりね2年ぐらいかかったし、完全には戻ってない。でキットもそうじゃん、キットも前十字切ってからやっぱ調子悪くなったし、そこから完全に戻るってなんか難しいみたいだから、
じゃあ次行きますか。次は、ピットブル対 AJ マッキー。どう AJ マッキー。自分も AJ マッキーです。クヨはなんか、ね、ピットブル選手がなんかやってくれる気がしますけどね。俺も、AJ マッキーの方が強いかな。総合力が違うと思うし、なんか打撃に特化してね。そうですね。テイクダウンディフェンスは、強いけど、できなくもないかなと思うし、これはなんか決めれないと思うけど判定で結構圧倒しちゃうような気がする。寝技のその手足長いじゃん、し手足長いのと、やっぱサトシ戦見てやっぱすごいなと思う。サトシの寝技をああいう感じで逃げるってすごいよね。格闘家目線の方がやっぱすごいと思うね。一般の人はさ、よく分かんないと思うんだけど、格闘技の寝技よくやってると、サトシから逃げるのってどうやって逃げるのかなみたいな感じだしね。ここはそうね、俺は AJ マッキー、みんなそう。僕はマッキーで。あれ違うか、一人、クエだけ。だけ一人。で、ベラトールが終わりか。はい、したら、じゃあ、スーパーライジンで、伊藤有希選手対広谷選手。じゃあこれは原口から。こういこう。でも広谷君勝つんじゃないかなってのはありますね。全然勝機が、普段その一緒に練習させてもらってるっていうのもあるんですけど、それで多分トントンかなってのは思いますね、実力的に。でも強いね、伊藤選手は。伊藤選手は一撃で仕留め切るパワーあるんで、こうしっかり対処できれば全然広谷選手。あ、やったこと。そうですね、一人しかない。ない。普通よ。あります。自分はないです。全然トータルでできるんで、広谷選手は。身体能力高い、ね。はい。でも3ラウンドでしょ。これはね、週1回レスリングやってるけど、やりきれるかどうかみたいな感じする。この3ラウンドを上取り続けるのってすっごいスタミナ消耗するから、で立つのうまいでしょ、伊藤選手は。でテイクダウンディフェンスも、前回、アーセンはやっぱレスリング強いじゃないですか。あそこまでのレスリング力はもちろんないから、だからどうだろう。俺はね、予想でやりきれば平井選手の判定勝ちで、スタミナが持たなくなるとやっぱきついなと。みんなどう？そうですね。分かるやつはじゃあズバリ予想しよう。でもそうですね、広谷選手がなんだかんだで判定で勝ちそうな気がしますね。どうしよう。自分は伊藤選手ですが勝つと。はい。何で？打撃で？判定で。倒されても立って対応。立つのうまいね。はい。勝つと思います。立つのは本当にうまいと。じゃあ次は阿部大地選手対イゴール。俺はね、これは判定はないと思う。KO か1本で、阿部選手が1階級上で出るってことですか。84キロ。そっか。イゴール田辺って昔ね、柔術だけでやったことあるんだよね。むちゃくちゃ強い。てか、めちゃくちゃ強いのもあるし、あと多分ね、普段100キロぐらいある。でももう減量するんだろうね。なんかそのままヘビーでやってほしいけど。でかいっていうのは才能じゃん。そうですね。無理だよ、100キロっていけないからさ。100キロ行くのってなんか才能らしい。すごい、太っても100キロってなかなか行かないらしい。難しいな。KO か1本でしょ。はい。ね。これは、イゴール選手の一本勝ちのような気がする。テイクできるかどうか、あと体重差が結構あるかな。で次は滝沢選手対太田忍選手です、これはどっち？あれでも練習してなかったっけ。そうですね、滝沢選手も、世代で、ね、来てね、太田選手も1回トライフォース
に来られた時に、うん、ちょっとだけやったぐらいですね。もうレスリングだけじゃなくなってる。まあ、でもトータルでやってますね、うん、全然爆発力っていうのは全然太田選手も前回の試合であると思うんで、うん、倉本選手の時みたいに。あれちょっと早すぎてね、はい、あれちゃんと見たかったんだけど、回転したじゃんね、はい、ね、やっぱりやってみて滝沢選手打撃強かったです、うん、独特の場合で、ね、レスリングは一応レスラーでしょ。そうですね、あのどこだっけ、横浜高校のレスリングですね、はい、難しい。打撃だとそれで滝沢選手だと思うし、俺も分かんないわこれ。組だともう圧倒的に太田選手かなとは思うんですけど、うん、なんか滝沢選手は結構忍者チョークとかそういう飛び道具もあるんで、うん、そうね、難しいですね。判定だったら滝沢選手、なんとも言えないな、決め切る感じはしないしな。そうですね、うん、判定だと、じゃあ KO あるかな。ほら、どっちにしろ判定になるような気がする。じゃあ滝沢選手はやっぱ殺傷能力っていうのは高いんで、元谷選手から KO を卒業してるんで、全然お互いの KO もあるのかなっていうのは。太田選手の KO だとバイアー離れ際の、ああ、そっか、まあね、レスリングで圧倒してるとね、はい、際で当たるかもしれないですね。フックとか当たったりしたら、うん、あ、そうだな、ここは分かんないわ、俺は分かんない、分かる、ちょっと分かんないですね。僕は滝沢選手だね。勝つと思う。フェアはフェアだと同じ階級でしょ。分かんない、ね、俺ね、分かんないやつはね、もう無理やり言わないようにした。俺マジで分かんない。まあでも、そうですね、滝沢選手かなって感じもしますけどね。クーヤーがやったら面白そうだね、これね。あー、そうですね。クーヤーは面白そうですね、うん、ね、ストライカー同士でこれはもうどっちかなっちゃうもんね。どっちの土俵に持っていくかみたいなね。次は誰、トピック・ムサイク選手対アキラ選手です。これ相手変わったんだよね。これは変わんない、ムサイク選手出場みたいなの言って、で、相手が発表されてなくて、アキラ選手、あ、武田っぽかったんだけど、武田が怪我してるからだと思う。ぽかったっていうか、もう対外国人選手になってるでしょ、武田は。インサイクはきついんじゃない。そうっすね、全局面で、うん、勝ったらすごいね。そうです、アキラ選手もタフだけどね、体がね、もうとすごい筋肉質な、でもスタミナあるんでしょ、あの感じで多分あるでしょ、だって久米選手とかとやり合ってるから、はい、結構厳しいけど、ちょっと俺は、まあ、武蔵選手の、まあ、KO だと思う。ちょっと70キロの外国人ってやっぱ近くで見てて、まあ、武田の試合とかこれ見るじゃない、セコンドで見て、あ、きついなと思う。なんかまあ、あの日本人がやっぱ活躍できるのって、まあ、レスリングもそうなんだけど、60キロ台までだと思う。70キロからは本当すごいなんかレベルが上がるっていうか、日本人がさ、そんな層厚くないじゃない、ギリギリ70キロまでじゃない、それ以上だとね、もう本当ほとんどいないじゃない。みんなだとちょっときついカードかなとは。やっぱムサイク選手はめちゃくちゃ強いからね、うん、ね、ここはそうだろうね。じゃあ次行きますか。ここで休憩入るのか。で、そうですね。で、伊沢聖華選手対クレアロペス選手。はい。クレアロペスで、あの、レナに勝ってないでしょ。前回、はい、レナ選手、変則な、なんか。これはね、この伊沢選手は、ちょっと群抜いてると思う。そうですね。この間の、白州選手ぐらいじゃない、勝てる可能、勝てるっていうか、腰強くて打撃強いみたいな。また、うちに来ても、レナが、タックル切り続ければあれだけど、グラウンドがもう圧倒的に強いでしょ。男子も決めるって言ってたから、多分本当決めちゃうんだと思うんだよね。あれだけ、ね、手足長いし、特殊なんで、ここは一本勝ちすると思うので。僕も普通に、ね、何事もなく、うん、俺1ラウンドで決めると思う。ちょっと、相性とかもね。じゃあ次か。いいだね。ここは、アーチレッタ選手対大木久保選手。あ、
ここね、カイ君がね、あの怪我した。カイ君は怪我が多いね。なんかね、このね、拳と、今回は膝だったんですよ。なんかあの金網に引っかかって、なんか膝いっちゃったらしいんだよ。金網に。うちもさ、これでやってるじゃん、今。これはさ、ちょうどあの痛いよね、これね。痛いですね。金網あるジムがいいってなってるけど、金網も怪我するから、これもうちもそんな使ってないじゃん。あの午前中のプロ練習の時に、今暑いから下の方が涼しいんでやってるけど、普段ね、そんな使わないもんね。これね、壁はね、普通のこういう壁レスみたいなのちゃんと壁でやった方がいいと思って、あんま変わんないから、ここでやるとさ、どんどんね、引っかかったりとかするんだよ。そうそう、昔あのドリームの時にの金網してる、ドリームの白いドリームだよ、俺一回試合した。あれね、ここね、糸みたいなやつだって、あれもっとやばいやつだ。引っかかったらもう、そういうやつ。これもやっぱ引っかかったら危ないじゃん、痛いし。痛いです ね、うん、ね、まあしょうがない、これで。どういうこと、選手は。でも俺これがね、あんまり、まあ、実績的に大久保しかいなかったと思うし、ね、急な交代でしょ、はい、だから、まあ、厳しいと思うけど、まあ、階級がもうそもそもなんか違うじゃない。もうね、その身長とかさ、フレームとかでフライ級の選手だよね、大久保。フライ級だと世界でもトップ選手、この間タイトルマッチやった選手って分かってるでしょ、はい。ね、だからただもうその体の大きさで俺はアーチレッターだと思うけど、まあ、まあ強化版みたいな感じじゃない、全部。そうですね、打撃、レスリング、寝技って全部できるじゃん、はい。で、ですごいなんかスタミナもあるじゃん。この間のスーチョル戦とかもね、すごかったですね。スーチョルね、同じね出てるけど、はい、なんかね、近くで見たらね、この間ロード FC やっぱすごかったね。そうか、この間、そうですね、この間、あ、そうか、行ったんだよね。行きました。セコンドで行って、アルゲス出て、次勝ったら当たるのか。次勝った。負けそうにないじゃん。そうですよ、そうですね。これは、スーチョル？でかい。なんか、63だったっていうのもあるし。あ、でもそっか、階級がね、どっちも、あれでしょ。はい、これだってさ、あの、アジェートも、フェザーも取ってるでしょ。あ、そうですね。スーチョル選手もそうですね。もともとフェザー取ってるんで、うん、でかいですね。大きかったです、うん。だからここはちょっと俺体格差でしんどいと思う。さらにあの普段の体重変わってるかわかんないけど、もうフライに落とす感じにしてたところで変わっちゃったし、まあ、ここはアーチレッあの、まあ、勝ちは硬いかなと。なんかいい試合しそうな、うん、勝つのはきついと思う。まあ、なんだかんだでやっぱアーチレッタ選手が上回る、うん、そうですけどね、まあ、全局面で上回っちゃう。本当にそうですよ。フェザーの選手がやってもきついと思う。で、メインか、まあ、朝倉ミケル選手対ウガール・ケナモク選手、うん、これ難しいね。難しいですね。難しいですね。今日動画撮る前にあの U-NEXT のみんなのカージーとか出てるやつ見たけど、結構ケラモフ有利みたいに言ってる人いたでしょ。そうですね、多かったですね。俺はあのこの試合決まった時に、あ、ミケル君勝つなと思ったの。相性いいだろうなと思って。でもなんかケラモフってなんかどんどん強くなってない、やっぱ強くなってないですね。あのこの間さ、武田とやってた、武田に勝ったの誰だっけ？グスタボも強くなったでしょ。あ、なってますね。うん、なんかやっぱりセコンドで言ってても結構やっぱなんか予想より強くなってたし、なんかケラモフもそうだと思う。斉藤選手とかとやってる時より強くなってると思う。年齢的なものとかも、あと経験とかも入って、もう数倍強くなってるからね。打撃も荒いけど、やっぱ拳めちゃめちゃ硬いと思うんだよね、人種的にも。あとレスリングがものすごい強いなっていう。強いです。うん、堀江選手との試合見てても、足キャッチしてから、うまい
どこだっけ、ここもうね、アゼルバイジャン、はい、アゼルバイジャンってレスリングすごい強いから、俺も試合したことあるんだけど、まあ、旧ソ連 の、 あの強いとこなんでね、アゼルバイジャンとかさ、ベラルーシとかウクライナとか、あっちの方はみんな強いから、だからもともとやってたと思うし、それで総合に来たでしょ。寝かされちゃうときついと思うし、あと際かな、際の打撃結構当ててるじゃん。あとはミクル君やっぱ蹴りが得意じゃない、まあ、蹴りとか膝とかで、テイクダウンそのままされてパウンドとか、まあなんかその1本取られたりとかは多分しないと思うんだけど、下になってる回数が多かったりとか、あとはちゃんと背中ついて寝てるのってあんまり見ないんだけど、そこに寝ちゃったら下からの練習見てても下からの決めとかを見たことないから、上にずっといると判定負けしそうな気はするよね。どれぐらいキラモができるのかなって感じです。結構消耗しないんだよね。そうですね、意外に力使ってるように見えて、うん、結構最後までなんかなんだかんだ最後の方まで動いてるじゃん。ミクル君で大体さ、こうスタミナを分配してるのがうまい、なんかうまく最後まで、あんまりバテてるところとか見たことないし、ケラモフは結構荒くなってるけど、なんだかんだ最後までいけてるじゃん。最後の方までさ、行ってるから、それは、まあ、これもこれ難しいね。よく、そうですね、うん、よく考えて本当難しいな。全然ね、しゃぶらないです。すごい面白いカードだなと。これすごいね。分かる人。なかなかミクル選手勝つんじゃないかな、うん。俺は判定で勝つと思う。はい、相手のいいとこ潰して戦うのが上手いと思うんで。うま、ん、いっすね。それか、まあ、決まるんだったらハイキックかな。蹴りがすごい上手いから。確かに中島太一選手とケラモフ選手の試合見た時も、中島選手がやっぱりいいの当てたりとか、うん、少しグラッとは来てたよね。そうですね、そういうのもあるんで。でもちゃんとあの中島選手って、俺もなんかあんまり見たことないけど、実績見ると相当強いでしょ。強いですね、ね、中島選手同じ階級じゃん、はい、61、65で、で、なんか寝技もさ、うちも前来てたけど、あの岩本選手っているじゃない、寝技の、はい、日本一強いって言われて、やっぱり俺もやったけどむちゃくちゃ強くて、ね、彼に勝ってるでしょ。なんかそのまあ完全な寝技っていうか、まあその試合ちらっと見たけど、レスリングでなんかポイント勝ちみたいだったけど、それにしてもすごいと思う。でその選手を決めてるじゃん、なんかまあ聞かしてからなんか分かんないけど、三角で、はい、あのもう怪力の三角締めみたいなの決めてるでしょ。技的にはまあ微妙だけど、まあ、力もやっぱ相当すごいし、あとはドーピング検査は、ね、してもらいたいなと思うけど、相当強いのかなと、うん、斉藤選手に負けるまでもなんか11連勝ぐらいしてるって言ってたんで、まあ、負けてないのほとんど。そうですね。あ、そうなんだ、ね、体もでかいじゃん。みんなどっちかっすか。でも僕はミクル選手、うん、俺も判定で勝つかなと思う。ミクル選手ですかね。自分はでもキャラモン。俺らはじゃあミクル選手で、ムスキがキャラモンですね。じゃあこんな感じで、じゃあこれで予想終わりますか。はい、あとはね、試合が決まってるのはね、ラジオですね、グラちゃんと、あとローデルシー、クグヤはライジン出たいと。まあそうですね。決まったらと思う。ね、とりあえず噛めそうなんですけど、噛めそうなんですけど、10月ライジンあるみたいなので、ね、10月のね、ライジン出れるので、みんな応援してください。じゃあ終わりますか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。